東京都によりますときょう都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は534人で初めて500人を上回りましたきのうは493人で2日連続で過去最多を更新しています感染が確認されたのは10歳未満から90代の男女534人です年代別に見てみると20代が最も多い130人 次いで三十代が百十人、四十代が九十六人、五十代が八十人でした。重症化リスクが高い六十五歳以上の高齢者は六十九人でした。重症の患者は前の日から一人減って三十八人となりました。これで東京都の感染者は三万六千二百五十七人です。小池都知事は。 年末年始に向けて飲食の機会が増えるとして会食は少人数で開催してこまめに換気を行うことなど注意を呼びかけています。